1798年5月30日の海戦は、フランス革命戦争中に、英仏それぞれの海軍の小船隊が、ノルマンディ沖で交戦した、小規模な海戦である。同じ月の初めに行われたサンマルクフ諸島沖の海戦の後、イギリス海軍の封鎖艦隊の船隊がこの海域の巡回を行っていた時、2隻のフランス艦が、ルアーブルとセルブールの間から、 こっそり出版しようとしているのに出くわした。イギリスの指揮官であるフランシス・ラホリーは、そのフランス艦がイギリス側が攻撃を仕掛ける前にルアーブルに戻ろうとしていたため、2隻に交戦するよう仕向けようとした。フランス艦は逃れられなくなり、ラホリーの機関である後藤艦ヒドラは、フランスのフリゲート艦コンフィアントと交戦し、その一方でイギリスの小型艦2隻が、 フランスのコルベット艦であるベズーブを追跡した。短期間の砲撃戦の後、フランス艦は2隻ともディーブ川の河口で乗員により座礁させられた。この河口には数隻の上陸用集艇がイギリス支配下のサンマルクフ諸島沖の海戦を避けてつながれていた。コンフィアントはひどく損傷しており、ヒドラや他のイギリス艦から乗り込んだ士官や乗員たちは その欲張この艦を焼き払うことが可能だった。ベズーブはコンフィアントより被害が小さく、座礁後は沿岸の部隊がこの艦をイギリスの攻撃から守り、その後近くのサルネルの港で修理され、最終的にルアーブルに戻った。シドニー・スミス1798年、イギリス海軍は厳重な海上封鎖戦略を用いて、フランス海軍の出航阻止に成功し、 フランス革命戦争中の海上派遣を確実なものにしていた。この戦略はとりわけイギリス海軍の基地近くの英仏海峡でこうをそうしていた。海峡近くのブローニャ周辺に駐留するフランスの侵攻軍がイギリスの注意をノルマンディ沿岸に集めようとしていたが、その彼らの動きを抑えるのに重要な役割を果たしていたからだった。ムスケーン艦長の指示の下 様々な港で編成された大規模なフランス海軍の上陸用集停部隊の集結を阻止するのがイギリスには不可欠であった。イギリス海軍によるノルマンディ沿岸でのフランスの動向の監視能力を高めるためにシドニー・スミス艦長指揮下の部隊は1795年に無人島であるサンマルクフ諸島を占領しそこに兵を駐留させた。1798年の春、 ムスケインは50隻以上の上陸用集艇を3バーストラオーグに集め5月6日にサンマルクフ島への攻撃を開始したその間イギリスの封鎖艦隊は強風と潮の高さから参戦することができなかったしかしサンマルクフ島は非常に防御が固くフランスが攻撃をやめるまでに900人以上のフランス兵が戦死したその後フランス軍は生き残った兵を ノルマンディ沿岸のあちこちに分散配置した。イギリス海軍はこれに呼応して、護送船団を阻止し、上陸用集艇を破壊する目的で、ノルマンディ沿岸の巡回を増やした。1798年5月29日、エテイエンヌ・ペブリュー艦長指揮下の36門艦、コンフィアントとジャンバティスト・ルイル・コリエ海指揮下の20門艦ベズーブ。 の二隻のフランス艦が、ルアーブルから武装した小型のカッター船を伴って出版し、ベドラセーヌからシェルブールを横切って、西の方へと向かった。ノルマンディ地方の図。中央右にルアーブル、左にシェルブールがある。5月30日の朝、ルアーブル沖を航行していた、イギリスの船体は西へと進むフランス艦を見つけ、追跡した。この船体は、 ラフォリー艦長の38門艦ヒドラと、続いて、ロバート・フィッツ・ジェラルド艦長の9砲艦、ベスビアス、そしてヘンリー・ガレット会議が指揮するトライアルだった。イギリス軍に追跡されているのに気がついたペブリューは、ジェズーブとカッター戦に騎士へと撤退するように命令し、ヒドラの前方へ上手回しに進んで、長距離砲を放ったが失敗に終わった。ラフォリーは敵艦におも接近し、 6時に植えて回しで、ヒドラをコンフィアントとベジューブの間に入れることに成功した。ベジューブは向きを変えて、騎士に向かった。イギリス艦はフランス艦の砲火を浴びたが、この攻撃はあまり功を奏せず、ラフォリーはベジューブに原則砲を浴びせることに集中でき、ベスビアスとトライアルにベジューブを追跡させて、急速な動きで海岸の近くへと追いやった。その後ラフォリーは、 コンフィアントの後をつけた、コンフィアントは、ルアーブルへ戻ろうとしていた。共にいたカッター船は、イギリス船体の追跡から逃れられず、乗員は故意に船をディーブ川の河口に座礁させた。6時30分、ヒドラは、コンフィアント艦上のプレビューに追いつき、猛烈な砲撃を始め、フランスも可能な時に砲撃を返した。この交戦は十五分間続き、七時十五分に、コンフィアントは、 大きな損害を受け、ディーブ川川口西部から少し離れた村、ブゼナルの近くのサスに乗り上げた。コンフィアントは、この座礁でメインマストが倒れて、コッパ未順になり、敵の砲火の下でそれ以上の戦略を行うのは不可能になった。ベズーブは、イギリスの攻撃を避けようとして陸に乗り上げすぎ、ルコリエは、やっとのことでかもディーブ川の河口の内側につけた。 道潮によってベズーブは騎士から離れ、ルコリエはしばし西の艦の方へ逃げることを模索したが、警戒していたトライアルとベスビアスによって騎士へと追いやられた。この二隻のイギリスの小型艦は、その後ベジューブに長距離砲を放った。それはあたかもヒドラが西の海域でコンフィアントに対してやったのと同じだった。9時30分、潮が引き始めたため二隻のイギリス艦は沖合に戻った。 ラフォリーはフランスの船団が乗り上げた場所から約5マイル北西の海域で自分の船体の艦を集めた。現在のディーブ川川口の業務港の図上部に英仏海峡が見える。この日いっぱい、フランスは敵艦の放火を浴びせられた2隻の艦の位置の兵力を増員した。周辺地域からの兵が岸に集まり、イギリス軍がこの2隻へボートで攻撃するのを阻止した。 兵たちの中には、ディーブ側に避難していた、ムスケーンの上陸用を集停部隊から来た者もいた。この部隊はトライアルからその正体を見破られており、そのトライアルは、コンフィアントがどのような状態かを突き止めるため、少しの間この間に近づいたが、コンフィアントの稼働中の大砲から放火を浴びせられた。騎士の兵からの射撃に守られて、コンフィアントから、 負傷者も含めた全ての乗員が撤退した。結局フランス軍は夜になって難破したコンフィアントを放棄した。ベズーブはもう少し状態が良く、防御もしっかりしていた強固なフランス軍がいたおかげで、ラフォリーはもう少し周囲の状況がイギリスにとって有利になるまで座礁した間への行動を遅らせることにした。5月31日の朝10時、ラフォリーは 船体からボートを出して海岸に向かわせ、座礁したコンフィアントを攻撃させた。12時45分には、コンフィアントに艦を横付けし、ジョージア・クロムとウィリアム・ J ・サイモンズの二人の会に、引き入られた乗員たちが乗り込み、艦に誰も生存者がおらず、甲板上に帯正しい、フランス人乗員の遺体があるのを発見した。フランス国旗を下ろして、書類を片付けた乗り込み部隊は、 撤退前に監守と監備に火を放った。これに対して浜辺より高い位置にいるフランス陸軍部隊と騎士に沿って動き回っていた景気兵隊がマスケット規律正しく銃を放ったが敵に対しての効果はなかった。火は素早くコンフェラントを焼き尽くし、イギリスの乗り込み部隊は一人の死傷者も出さずにその場を離れた。イギリス戦隊のコンフィアントへの攻撃がやんだため、 ベズーブの上院はもう一度艦を航行させることに成功し、ベジューブは間もなくサルネルの砲台に守られた海域に闘病した。この砲台には新たな大砲がムスケーン艦長指揮下の200人の兵の手で追加されていた。サルネルもイギリス軍の封鎖で固められており、ここに繋がれた終停から抜き取ってきたのだった。 コンフィアントが焼かれた時点で、ディーブ川川口は厳重な防御が築かれ、6月1日には、リチャード・ストラカン艦長指揮下の38門フリゲート艦ダイヤモンドダイヤモンドまで到着していたが、数に勝るフランス軍に釣り合う兵力の点で十分ではなかった。最終的に、ラフォリーはサルネルの封鎖から撤退し、彼が不在の間にベズーブが何とか出版して、 無事にルアーブルに到着した。この交戦でのフランスの死傷者は、コンフィアントが焼かれてしまったためはっきりしない。しかし乗り込み部隊の一員である、アクロムの報告書によると、かなり多くの死傷者が出たようである。イギリスの犠牲者は取るに足らないもので、一人の戦死者も出さず、また重傷者も出なかった。ヒドラに少し損害があったが、それ以外の小型艦は無事だった。 フランスのカイ・ルコリエの指揮は戦後の最も大きな批判の対象となり、フランスの師匠ビクトワールコンケットでは戦闘の結果がはっきりもしないうちにルコリエは座礁したコンフィアントと艦長プレビューに支えることができなかったとして告訴されている。イギリスの歴史家ウィリアム・ジョーンズはルコリエをあまり批判しておらず、フランスの敗北への批判の多くを上官である。 プレビューに向けている。フランスの自国の海岸に限定されたこの行動は、この地域におけるフランス軍の発展に深刻な影響をもたらした。そして、フランスによる実行可能なイギリス侵攻が不成功に終わるのに大きな役割を果たしたのである。ありがとうございます。